皆さん、こんにちは。ネットビスアナリスト、横田修林です。今日も人工知能 AI について3分で考えていきたいと思います。こんなニュースが入ってきました。成田空港で顔パス、チェックイン時に顔写真登録、その後はパスポート、パスポート掲示不要にということで、あ、定時不要にということなんですが、まあ、いわゆるもうね、 これ、顔パスっていう言葉が非常にね、ストレートでわかりやすいと思うんですけど、まあ、あの、顔写真を登録しとけば、それをですね、顔認識技術というもので、顔認識してですね、まあ、AI が顔認識して、それでパス,あのパスできる、登録できると。 え、あの、通過できるということですね。まあ本当にすごいことになってるなというふうに思います。えー、これをですね、成田空港の全日空と日本航空の方で導入を始めるそうなんですね。まあ、僕はですね、そもそもまだパスポート、パスポートさえ持っていないので、これをちょっと体験できないんですが、本当にね、あの、 ちゃんとスルーできるかっていうことをね、ちょっと試したいなと思うんですが、ただもうこれすでに、あの Facebook の顔認識の技術もあるし、例えば僕が持ってるシャープのロボ本でも顔認識して本人をね、ちゃんと判別しますから、だから別にあの珍しいことではないんですけど、ただ、その、 個人が特定できるような、その、いわゆる個人向けのサービスですよね。Facebook にしかり、ロボホーにしかり、個人向けのサービスなら、まだいいんですけど、このような、あのー、商売においてね、えー、使うとか、もっと言えばこれ、空港なんかっていうと、セキュリティの件もあったりするので、その分でもクリアになってるってことは、相当この顔認識の技術が上がっていないとですね、まあ、導入できないと思いますので、そういう意味ではですね、ついにここまで来たのかなっていう気がしています。 まあ最近では、あの、コンサートとかの会場でも、えー、この顔認証によるね、あのー、ゲート通過っていうものが、あの、ももクロさんとかね、で,でももうでであ、ミスチルもそうかな、えー、出てきていますので、まあ、今後はですね、こういったものが、ちゃんと商売の方でも活かされるようになってくるんだろうなと思いますし、えー、店内にある、その、カメラですね、カメラの方と、えっ、ー、と、 マッチすることによって、えー、誰々さんが来たよ、みたいなことも今後はですね、分かるようになってくるんじゃないかなと思います。まあ、このようなね、ことがどん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 できてくると、セキュリティの面とかプライベーシーの面で、まあ、心配する人がいっぱい出てくるとは思うんですけど、まあ、世の中はですね、えー、ここの部分に向かってすごく進んでいます。まあこれあの日本だけで今話してますけども、他のね、中国とか、えー、他のね、業界においてもですね、この顔認識ってすごく進んでるので、 まあ特に珍しいニュースはないんですが、まあ、国内で出てきたっていうね、空港でっていうのが大きいニュースなんでしょうかね。ネットベースアナリスト、横田修林でした。ありがとうございました。ではまた明日。